完全解説ナンバーアンダーラインのデビューアルバムノーアイの全貌と注目ポイントとは、デビューアルバムノーアイのリリースに伴うナンバーアイのプロモーション戦略と見どころ。音楽シーンにおいて、アーティストのデビューアルバムは、その後のキャリアを左右する重要な作品となることが多い。そのため、アーティスト自身はもちろんのこと、ファンや業界関係者にとっても大きな期待が寄せられる。 2024年9月23日にリリースされるナンバーアンダーライン・アイのファーストアルバム、No.I. も、そのような期待を一心に背負った作品だ。今回、平野翔岩ガン・ユ神宮寺・優太といったメンバーそれぞれがプロデュースを手掛けた楽曲や、ウンディキーン・シーケイといった豪華なプロデューサー陣が参加している点でも、このアルバムの意義は非常に大きい。しかし、 ただ単に豪華なプロデューサーが集まったアルバムというだけではなく、このアルバムには現代の音楽シーンにおけるいくつかの興味深い要素が詰まっている。まず、このアルバムの特徴として挙げられるのは、それぞれのメンバーが自分のソロ楽曲を持ち、そのプロデュースも自身または外部の著名なプロデューサーによって行われている点だ。例えば、平野翔のソロ楽曲、透明になりたいは、ウンリーがプロデュースを手掛けており、 この楽曲のテーマやサウンドメイクにはウンディーらしさが色濃く反映されている。一方、ガン・ユータのソロ楽曲、レシピは、騎士自身がプロデュースを担当しており、自分自身の音楽的思考やメッセージをストレートに表現している。これにより、アルバム全体が一つの作品としてまとまっている一方で、各楽曲が独自の個性を持ち、リスナーに多様な音楽体験を提供している。しかし、 このような多様性は時にアルバム全体の統一感を欠如させるリスクもある。その点において、ノーアイは見事にバランスを保っていると言える。アルバム全体を通して、各楽曲が一貫したテーマや音楽的スタイルを持ちながらも、それぞれの楽曲が異なるアプローチでリスナーに訴えかけてくる。このバランスを実現するためには、各プロデューサーやメンバー間での綿密なコミュニケーションが不可欠であり、 その過程こそがアルバムの完成度を高める要因となっているだろう。さらに、このアルバムのリリースに至るまでのプロセスには、現代の音楽業界における新しい潮流や戦略も見て取れる。例えば、デビューアルバムでありながら、複数のバージョンがリリースされる点は、昨今の音楽業界においてファンとのエンゲージメントを深めるための一つの手法として定着しつつある。初回限定版にはブルーレイが付属しており、 アルバム制作の裏側やミュージックビデオなど、ファンが喜ぶコンテンツが盛り込まれている。また、通常版にはボーナストラックが追加されており、コアなファンだけでなく、一般リスナーにも魅力的な内容となっている。このような多層的なリリース戦略は、音楽の消費が多様化する現代において、アーティストとファンとのつながりを強化するための重要な要素となっている。その一方で、 アルバムの内容そのものがリスナーにとってどのように響くのかという点も重要だ。ノーアイは単なるエンターテインメント作品としての役割だけでなく、現代社会における若者の心情や葛藤を反映した作品としての側面も持ち合わせている。特に、平野翔の「透明になりたい」や岸優太の「レシピ」といった楽曲は、それぞれが抱える内面的な葛藤や自己表現の欲求を音楽という形で表現しており、 多くのリスナーが共感できるる内容となっているこれにより、アルバム全体が一つの物語としてリスナーの心に訴えかけ、聴くものに深い印象を与える。このように、ノーアイは単なるデビューアルバムとしての枠を超え、現代の音楽シーンにおける新しい可能性を示す作品となっている。特に、各メンバーが自分自身の音楽的個性を存分に発揮し、 外部プロデューサーとのコラボレーションを通じて新たな音楽的挑戦を行っている点は、今後の音楽活動においても大きな影響を与えるだろう。さらに、このアルバムを通じて示された彼らの音楽的ビジョンやメッセージは、今後のリリースやライブ活動においても一貫して表現され続けることが期待される。このアルバムがリリースされる9月23日は、音楽業界においても一つのターニングポイントとなるだろう。特に、 ナンバーアンダーラインアイという新しいアーティストがどのようにして音楽シーンに影響を与え、ファンとの絆を深めていくのか、その過程が注目される。現代の音楽シーンにおいて、アーティストがファンとどのようにしてつながり、共感を得るのかは非常に重要なテーマであり、ノーアイはその一つのモデルケースとして位置づけられるかもしれない。このようにノーアイは、楽曲のクオリティやプロデュース陣の豪華さだけでなく、 現代の音楽業界における新しい潮流や戦略を反映した作品であり、ナンバーアン l i ラインアイというアーティストがどのようにして自分たちの音楽的ビジョンを具現化し、リスナーに届けるのかを示す重要な一歩となっている。今後、彼らがどのようにして音楽シーンにおいて成長し、進化していくのか、その過程を見守ることが非常に楽しみである。アルバムノーアイのリリースに向けて、ファンだけでなく、 音楽業界全体がその動向に注目している。特に、アルバムのリリース後に予定されているプロモーション活動やライブツアーがどのような形で行われるのか、また、アルバムの収録曲がどのようにしてライブパフォーマンスに反映されるのかも注目ポイントとなるだろう。現代の音楽シーンにおいて、アルバムリリース後の活動がアーティストのキャリアに与える影響は非常に大きく、ナンバーアンダーラインアイがどのようにしてその期待にいらえていくのかが問われることになる。 さらに、今回のアルバムリリースを機に、彼らがどのような新しい挑戦を行っていくのかも興味深い。例えば、ソロ楽曲を発表したメンバーが今後どのようなソロ活動を展開していくのか、また、外部プロデューサーとのコラボレーションが今後どのように進化していくのか、そうした点も今後の注目ポイントとなる。現代の音楽シーンでは、アーティストが自らの個性やメッセージをどのように表現し、 リスナーに伝えていくのかが非常に重要であり、その点でナンバーアンダーライン愛は今後も革新的な活動を展開していくことが期待される。最後に、アルバム「ノーアイ」はナンバーアンダーライン愛という新しいアーティストが現代の音楽シーンにおいてどのような存在であるのかを示す重要な作品であり、その音楽的ビジョンやメッセージは、リスナーにとっても共感を呼ぶものとなっている。このアルバムを通じて、 彼らがどのようにして自分たちの音ナンバーアンダーライン愛のビジュアルは、音楽だけでなく、ファッションやアートといった他の文化的要素とも密接に関連しています。彼らの外見は、まるで動くアートピースのようであり、それぞれのメンバーがまるで異なるキャンバスのように独自のスタイルを表現しています。特に、彼らがライブやテレビ出演時に見せるビジュアルは、常にファンを驚かせ、刺激を与え続けています。例えば、 彼らの衣装はしばしばカスタムメイドであり、最新のファッショントレンドを取り入れつつも、ナンバーアンダーライン愛らしい独特のツイストが加えられています。これにより、彼らの外見は常に新鮮で、予測不可能なものとなっており、ファンは次にどのようなスタイルで登場するのかと期待を膨らませます。また、彼らのファッションには、音楽業界の枠を超えたデザイナーやアーティストとのコラボレーションが取り入れられることもあり、 これがさらに彼らのビジュアルスタイルを際立たせています。特に印象的なのは彼らがステージ上で見せるパフォーマンスとビジュアルの融合です。彼らの動きやパフォーマンスは音楽とビジュアルが一体となった体験を提供しており、それが観客に強烈な印象を残します。ステージライトや映像、特殊効果といった演出も彼らのビジュアルを引き立てるために巧みに使われており、 それによって観客は視覚的にも感動を覚えるのです。また、彼らのビジュアルは、ファンにとってアイデンティティの一部となっています。ファンは彼らのスタイルを模倣し、彼らのファッションを取り入れることで、自分自身を表現する手段として使っているのです。これにより、ナンバーアンダーラインのビジュアルは単なるバンドのスタイルにとどまらず、ファンとの絆を深める重要な要素となっています。ファンは彼らのビジュアルを通じて、 自分たちが共感できるスタイルやメッセージを見出し、それがさらに彼らの音楽への愛着を強めるのです。ナンンバーアンダーアダラインアイのビジュアル・スタイルは、彼らの音楽的なメッセージを視覚的に表現する手段として機能しています。例えば、彼らの歌詞が伝えるテーマや感情は、彼らの衣装やビジュアルにも反映されており、それがより一層、彼らの作品に深みを与えています。特に、INZM のような楽曲では、 そのリリックに込められた意味を視覚的に表現するための工夫が随所に見られます。衣装のカラーリングやデザイン、さらには彼らのメイクやヘアスタイルに至るまで、すべてが楽曲のテーマにリンクしており、それが観客に対して一貫したメッセージを届ける役割を果たしているのです。さらに、彼らのビジュアルスタイルは、音楽業界全体に対しても影響を与えています。彼らのファッションやスタイリングは、 しばしば他のアーティストやファッションデザイナーにインスピレーションを与え、トレンドの先駆けとして認識されています。彼らのスタイルが持つ革新性と大胆さは、多くのクリエイターに刺激を与え、新しい表現の形を生み出す原動力となっています。ナンバー・アンダーライン愛は、ビジュアルと音楽が相互に影響を与え合うことで、より強力なアートを作り出しているのです。彼らの外見は単なるファッションの選択ではなく、 彼らがどのように自分たちの音楽を世界に届けたいかを示す重要なツールなのです。これからも彼らのビジュアルスタイルが進化し続けることは間違いなくその度に新たな驚きと感動をファンに提供してくれることでしょう。このようにしてナンバーアンダーライン愛はビジュアルと音楽の融合を通じて新たな表現の可能性を追求し続けています。彼らのビジュアルスタイルはファンにとってのアイコンであり 同時にに音楽業界全体に対すする挑戦でもありますこれからも彼らのスタイルがどのように進化し、どのようにして新たなトレンドを生み出していくのか、注目せずにはいられません。あなたも彼らのスタイルに影響を受けて、何か新しいファッションやビジュアル表現を試みてみたくなるかもしれません。それがナンバーアンダーライン愛の持つ魅力の一部なのです。